はい、FM ギロワからお送りしているデイジーチャーコロビーカフェ。はい。皆さんに見られてる感が強いマスクマンです。 監視されてる。監視？監視じゃないんじゃない。ああ、そう。不思議だから見てる。不思議ちゃん呼ばわりされた。はい。まあまあ不思議ですね。はい。はい。不思議大百科。不思議な生き物です。あ、いやだ、不思議な生き物。あ、あなたに言われ、はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。不思議認定されました。ギノワンのイエティとして頑張ります。はい。ギノワンのイエティ、こんな感じです。あ、ギノワンのイエティ、映らない。もう全然映らない。ギノワンのイエティ、謎のままで。はい。はい。はい。ちょっと音が大きいね。音が小さくするね。あ、なんか雰囲気いいね。このね、感じも角度もいいね。いいね。あ、そうですね。あのカメラの位置がね。あの夏美さん、はい、いつものトークしていいですか。いつものトークしてください。はいはい、あの新しい服ですか。あ、前から持ってます。あ、どこで。あ、そうなんですか。はい。どこで購入なさったんですか。セカンドストリートです。あ、残念、それ漫画倉庫。漫画倉庫です。虚言、虚言、嘘ついてました。はい、詐欺。詐欺、はいはい、お名前。大谷翔平のマネージャー。はい、お名前です。すみません。うん、うん。はい、どうもすみませんでした。本当にな。はい、どうも。はい。なんで俺が謝るんだろうな。知らんな。知らんね。うん、知らんね。うん、え、はい。はい。誰が話を回すのかな。え？じゃあ僕は聞き手に持たせてみようかな。そんなことできるの？できるのよ、そんなことできるの？心配されたで、逆に、ね、うん、心配になるな。まあ今日のテーマ、はい、なんか一応今日は珍しく、レイジャーコロビーカフェもテーマを設けてお話ししましょうと、はい、久しぶりに、うん、なのかな。しかもそれも2分前に決まったんですけど、うんうんうん、そうそうそう、まあそのトークテーマといいますか、うん、今日は100点、うん、100点、はい、100点にちなんだなんかエピソードとか、はい、あれば。まあ100点って言ったらね、パッて思い浮かぶのはやっぱりテスト。テストね、テスト浮かぶね。うん、あの僕らの時代は中間試験、期末試験があって、うん、あの席次とかも貼られましたけれど、うん、最近はその順番を決めないというか席次って出ないらしいですね。出ないらしいですね、うんうん、聞いた話によると順番平等じゃないといけないわけ。平等じゃないといけないというよりはやっぱりあれじゃないですか、その優劣がはっきり分かるわけじゃないですか。そこでのなんか、うん、差別じゃないけど偏見というかね、うん、あのお前全然勉強できねえなみたいななくすためじゃないかな、なんか世の中の流れとしては。なんか話で聞いたことによると、あの体あの運動会とかで走る、うん、走りかけっこっていうの、何ていうの、徒競走みたいなやつね、徒競走みたいなやつで、うん、その最後ら辺になるとみんな並んで走るとか、なんかあの1位になっちゃいけないとか、ね、それこそのゆとり教育がどうこうって言われ始めた時にそういったシステムみたいなのが導入されていったっていう印象があるけど、うん、へー、うん、結構前だね。だから ちなみにゆとり教育世代なんですか。いや僕らは多分入らないと思うな。私たちは悟りが開き直った世代です。悟り世代悟りが開き直った世代。悟り世代ですか。違います。違いますか。あ、そうそうそう、ね、だから僕俺たちの時は全然普通に競争ありきだったし、本当、うん、足の速いやつがモテるみたいなね現象はあったけど、今のそうだったよ、ね、そうやってね小学生の運動会でそうやってかけっこ同時にゴールみたいなのだったら、うん、足速いやつのなんか尊厳というかさ。そうだね、この小学生の頃って足の速いやつモテるみたいな神話があったね、うん、はいはい、うん、サッカー上手いやつとか。そうそうそう、やっぱりスポーツというか運動ができる子はモテてたし、うん、もう単純だったよね。でも運動ができる子、勉強ができる子、うん、結構野球部の人はモテてた気がする、うんうんうん、そうね、少年野球やってる人とかね、うん、ちなみに余計な脱線する話をぶっこんでいいですかね。はい、ダメですか。どうぞどうぞ。いいよ。
あの、出来すぎくんっていうさ、ドラえもんで、はい、ドラえもんで出来すぎくん映画に出ないんだよ。あ、確かにあんまり出ないな、1回出たのが、なんとか大魔教かな。いや、実際は1回も出てないらしいんだけど、そこはよく分かんないけど、実際出てないって言ってたんだけど、あの、なんでかっていうと、うん、1作目でドラえもんの映画ののび太と恐竜で出来すぎくん出る予定だったらしいんですよ、うん、で出る予定だったけど、のび太たちドラえもんたちが苦境に立つと、うん、出来すぎくんっていうキャラクターがやってしまって、うんうん、苦境が簡単に解決してしまうというシナリオを書いたらそうなってしまって、うんうんうん、これを読んでこれはいかんだろうって、うんうんうん、みんなピンチにならんといかんだろうって、うん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 、のジャイアンがのぜろうぜとか言わないといけないだろうって、それはのいろうぜって言うんだよとか、そういうセリフがないといけないだろうみたいなのがあって、出来杉くんは出ないってなったらしいです、ね、うん、そうなんだ。出来杉くんが解決してしまうからって、うんうん、のび太たちがピンチにならないといけないっていうらしいですね。なるほど。そうそう、出来杉くんって名前だもんな。もな、そうそう、できちゃうんだな。出来杉太郎だもん。できすぎ太郎だね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあげましょうね。そう、なるほどね。できすぎ太郎、できすぎくん、うんうん、できすぎくん。でもあれにはちょろっとは出てるんだよ、劇場版の、劇場版の一本は出てる。あの、本当にちょい役で、そうそう、本当になんちゃら大魔教、もうこれが出てこないのが悔しいんだけどね、うん、ちょいで出すのが限界なんです。アフリカの口に、衛星でも取れない、地域があると、うん、アマゾン側の向こうに、うんうん、そこはヘビースモーカーズフォレストっていう場所なんだよっていうのを、出来すぎくんが説明する場所が、シーンがあって、説明するシーンでしか使われないんだ。そう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 、出来すぎくんに聞きに行くんですよね。なんか衛星いっぱい撮ってるけど、あのここだけ映らないんだよねって言ったら、デキス君がその衛星写真を撮って、ヘビースモーカーズフォレスト、ここはヘビースモーカーズフォレストだって言って、常になんか、要はタバコの煙がさ、ずっと蔓延してるように、ヘビースモーカーの森っていうことで、ヘビースモーカーズフォレストって、でそれが大魔教の中の、そうそうそう、だったかな。なんか、なんとか大魔教、また脱線してしまうんですけど、フランスではタバコ吸うのをこの法律で禁止っていうか、税金取られるみたいですね。吸うので、吸うので取られるの、罰金みたいな世界になるみたいですね。へ、いつ吸うので罰金っていうか、2009年以降に生まれた、うん、要は人にはもう打ってはいけない、タバコを売ってはいけないという法律に変わった、うん、でなんか、買ってニコチン買ってきて作るって人が出てきてるみたいですね。あ、そうなんですね。で僕の友達のケイヤンはね、うん、中国からニコチンを買ってきてね、作ってるよ自分で。あ、そうなんだ。その方が2000円ぐらい安いって言ってるから。でそれで液が手について、これで目触るなよって言われましたので、失明するよって言われて、え、怖い怖い怖いね。石鹸で手洗わなきゃ、ゴシゴシもう血が出るぐらい、出るぐらい洗わない、そうね、血出るぐらいで歩いたら、そこからニコチンが入って余計大変じゃないかなと思ったけどね。そうだね、うん、なんかそんなニコチンで作るんだってすごいなって思いました。怖ー。でも、作り方失敗したらなんか変なのができそう。そうだね。うん、まあそれは何でも一緒だよね多分。普通の料理、普通の料理とかでもそうだから、ね、夏美のあっさいコメント。はい、夏美さん、なんか、まあ、トークテーマに戻しますけど、100点、あ、100点、うん、夏美さんの思い浮かぶ100点といえば、100点といえばっていうかね、夏美が思い浮かぶその100点のエピソードっていうか、点数って思い浮かぶのは、うん、カラオケの採点。はあ、100点はほぼほぼいかないよね。うん、出ない、うん、出ない。テレビとかでたまにやってるけど、ね、テレビの人たちすごいね、あれ、ね、音程も確実で、なおかつ、うん、あの、なんていうの、プラス点されて、ビブラートとかの加算点みたいなのがね、そういうのがプラスされて、うん、加算点で100点って取るんでしょ。すごいよね。すごいね、本当すごいね、うんうん、あの、僕個人的に思うんですけど、うん、昨日ライブイベント行ってて、はい、バーに行って、うん、
ボブ・ディランの CD が流れてたんですね、うん、でボブ・ディランの20代の頃のやつで、まあ、ボブ・ディランはその20代の頃っていうか今でもそうだけど、はい、ヒキガエルの殺したよう潰したような声だと言われてるわけ、ボブ・ディランがダミ声で、うん、音程をずれてて、でもすごくいいんだよ。なんで今ダンディーな言い方したんだろう、うん、知ってる曲ある、ボブ・ディランの風に吹かれてとかいっぱい有名な、聞いたらあーっていうのがあるけど、あーっていうのがあるんだけど、うんうん、ただ洋楽に親しくない皆さんが言うとあれなんですけど、まあ、ボブ・ディランはノーベル文学賞を取ったような人ですけど、ロックミュージシャンなのにノーベル賞を取るっていう、文学賞を取るっていう人なんですけど、ボブ・ディラン自体はもうノーベル文学賞をずっとノミネートされてて、うん、取るのロックミュージシャンが、ミュージシャンが、うん、ポップスターが取るの嫌だから、ボブ・ディランはなんかひどいこととかなんかあけつけな事前とか出して回避してたんだけど、なんかもう、うん、ボブが生きてるうちに取らすだ取らさんといけんだろうっていう世間の風潮があって、やっと取ったんです、うん、もらったんですけど、ボブ・ディラン、うん、それぐらいその20世紀の文学として認知されてる人ですね。うーん、で彼ね、ダミ声でね、まあ、言ってしまえば音痴と聞き取れるような声なんですね。すいません、今日ボブディランの CD 持ってきてないです、ごめんなさい。ああボブディランどんな曲かわからない、うん、みたいな感じで、ね、僕の声はもうなんか高低身長みたいな声になってますけど、ジャズじゃない、フォークロック、うん、風に吹かれてとか有名なんですけど、まあ、洋楽で60年代70年代の音楽なんであんまり聞く機会がないと思うんですけど、でも、うん、ラジオとかテレビとかでたまに、テレビではないからラジオとかでは流れる機会あるかな、うんうん、4時ぐらいにね、そうだね、4時、うん、4:00ってね、ケンタさんいつもそんなこと考えてるんですか。マスクマン固まってますけど、カレーシュービーじゃあ、危ない、マスクマンの100点エピソード何かあれば、うん、あ、まあまあ、そまあ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 、ボブ・ディランの話したらダメ、もうダメ、もう終わり、はい。寂しい寂しいことがいっぱいやな、人生は。うん、寂しい、はい、マスクマンの100点100点満点エピソード、100点満点、そうですね、枝豆を食べたんですね、うん、今から嘘をこしらえて作ろうとしゃべろうとしてるんで、とっかかえ枝豆ってどういうふうに膨らまそうかって今悩んでるんですけどね、ね、うん、言ってみ点数つけたるわ、うんうん、ハードルがどんどん上がってく、それこそ点数つけるよな、ハードルがバーンバーンバーンって上がってく、100点とは限らない、壁がどんどんできてく、じゃあやってみ枝豆を開けたわけですよね、うんうん、枝豆を開けたら豆があったんですね、うん、豆があって豆がギブアップギブアップ0点、はい、むしろマイナスマイナスですか、マイナス0点マイナス100点、まあ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 枝豆が言いまして、ね、続けるなって話だね、はい、うん、はい、まあまあ100点の話ね、100点の話していいよ、100点の話、今日実は姉が帰ってきてまして、うん、どこから、アメリカから、うん、アメリカにいる、アメリカに住んでるお姉さんが帰ってきて、お姉さんが帰ってきてまして、はい、でまあまあ、僕はね、うん、この半年前はね、うん、結構な体重だったわけですよ、はい、で半年間苦労して30何キロ6キロぐらい減ったんですよ、実は素晴らしい、で姉から称賛を得まして、うん、で姉と姉が主人に会いたいと、姉帰ってきた時必ず主人に会いたがるんで、うん、で今日しか姉は時間がないというから今日午前中、はい、9時に行って会ってきたんですよ、主人と、うん、で主治医が、まあ、マスクマンは優秀だと、うん、この精神の病んでる人の中では、うん、例えば病んでる人っていうのは大体、うん、まあ、こういう言い方してますけど、仕事、うん、
とかしてもすぐやめたり、うん、長続きしないと長続きしないとか、うん、あとは関連も関係妄想とかで、うん、被害妄想とかでその、うん、まあ、あほらもうパトカー来たよ、お迎え来たよ、大丈夫、お注射お注射っていう感じになって、うん、その同業の健常者の方といさかいを起こすとか、うん、で問題を起こすとか、まあ、やめていく、うん、休む、うん、続いてても長続きしないと、あのよく休むとか、うん、某なんとかさんがそういう状態になってましたよね、まあまあ言わないですけどそこら辺は、うん、でそれだけど俺マスクマンは20年近く続いてるし、うん、同じ職場で続いていると、うんうん、ね、これってすごいよねっていう話してて、うんうんうん、で100点だと俺はそういう病気の中では、うんうん、100点中100点だとねえねえに言ってて、うん、でねえねえは強い人なんで、うん、なんかマスクマンは150点目指せよって言われて、うん、はいみたいな、うん、あと50点加算されるのって、こう今度スーパーサイヤ人か何時になるのみたいな感じだったんですけど、何で加算されるから ね、うんだね、うん、で、まあ、まあまあ主治医から100点って言われて、まあ、お褒めの言葉で、うんうんうん、腕ピーピーって感じなんですけどね、PP が分からんけど、エガちゃんの PP するぞって、それは100点じゃない、分かんねえ、分かんないね、いや、うん、ありがとうございます、ありがたいね、主治医に言われるっていうのはありがたいね、そうですね、今までの人生を総括されたようなもんですよね、これね、長年ずっと20、30年近く主治医は見てきたわけですよ、うん、僕を、うんうん、あの辞める時も、ね、健やかな時も共に歩んできた主治医が、ね、そういう意味ではね、バージンロードを歩くのか主治医って言ってましたけど、うんうんうん、ごめんなさい太田先生、ごめんね友よ、うん、まあそんな感じで友、うん、じゃないだろう知らんけどモノハの革命でした今のは、うん、まあまあまあ、それでまあ、まあ、ご主人様じゃなくてご主人様からお褒めの言葉をいただいて、はい、僕はうれしょんだったっていう話なんですけど、ありがたいなって、頑張りが認められてたっていう証明でもありますからね、うん、ちゃんと言葉で、うん、20年間、仕事が20年間続いてる、そうだね、休みもなくね、あ、周りの人に感謝だね、あ、それもあるかもね、周りの人がいい人たちだったから続けられてきたっていう部分もあるかもしれない ね、そんなことないみたい、いや違うあのね、だから前、前回の話でも話したけどさ、俺さ、うん、その3年間社会的入院したせいで、うん、普通の人とかミュージシャンの人として話すと嫌な気分になって脳がフリーズするっていう状態で、うん、人間関係構築できないわけよ、実際、うんうん、あのほとんど、うん、あのもうあんまり会話もしないで、うん、関係性があんまりできないわけよ、うん、そんな中20年やってるのすごくない？いやだから周りの人に感謝ですね、だから俺は、はい、にじみ出る人の良さが出てるわけですよ自分で言うな自分で言うなっていう自分で言っちゃった、まあ、結局のところ人に好かれるわけなんですよ、ね、エコーかけちゃった自分で言うなっていう話なんだけどまあまあまあでもね、あの、まあ、マスクマンいい人よね、うん、ありがとうございます、何点ですか、何点かさ、もうそれはいいよ今回のトークテーマは100点あのツイキャスが上がってきてるんですけど、うん、あ、クマさん、はてな、キャスパル兄さん、歌舞伎町タワー前からこんにちはでち、こんにちはでち、こんにちはでち、ありがとうございます、うん、で、まあ、また自分の話を続けるな、はい、くどい酔っ払いの客になってるんですけど、うん、いいですよ、あの、まあ、でもその嫌な気持ちになりながらも会話してて、うん、でこれを強調したいんだけど、うん、あの、まあ、多分僕職場の人たちは聞いてないと思うんだけど、うん、聞いてたら恐怖なんだけど、うん、このラジオを、うん、そうそう、聞いてたら恐怖なんだけど、うん、俺としては、うん、あの、まあ、前の主任、今主任が今産休で変わって、あの新しい主任になってるんですけど、前の主任に感謝ですねって話なんです ね、うん、ね、前の主任がなんていうかこう適度にいじってくれて俺を、はい、まあ、僕いじられること多いんですけど、なんでリバーブ入れるんだって話なんですけど、なんか
いじってくれて、うん、まあそれでなんかこうリハビリみたいな、なんていじってたか分かんないんですけど、まあ、うん、まあ多分それは愛情だったんだと思いますね。そのなんていうか、うん、その育てる育成ゲームみたいなものを、あの緊張してるこのフリーズしてる俺を、うんうん、よく分かんないですけどそこら辺は、まあ、うんうん、まあでもまあありがたいなっていうか、ちょっと純粋に困ってた面もあったんですけど僕はね、それはね、うんうん、でもまあそれでだんだん慣れてきたっていうか、っていうか去年ぐらいから俺は、うん、積極的になろうとしてきてるんで。積極的になろうとして物事に対して積極的に外に出るようにしてるわけよ。インスタやったりとかしてリアクション返ってきて、で、うんうん、沖縄の地下ロックシーンとか関わるように出してきてるし、今、うん、ライブにも顔出してますしね、でライブもやるんだけど、うん、でそれでそういうのでなんかだんだん外交的になるようにっていうか、嫌な気分がだんだんなくなってきたっていうのがあって、でそれでなん、あのでもまあプライベートでミュージシャンとか話するとやっぱり嫌な気分ちょっとなるんで、うん、すぐいなくなるんだけど、うん、でもまあ少しずつこうなくしていっていこうというのを繰り返し努力してるわけ今、うん、で今職場ではまあ大体なくなってきてるわけ、うんうん、で普段の俺がだいぶ出てきてちょっとまずいかなっていう感じもあるんだけど、え、まずいんだどう思いますか、夏美氏。いいんじゃない、え、俺、ダメなんだ。ありがとうございます。まあまあでもまああんまり職場ではその普段のゲススな感じは、あ、ゲススの部分ね、いやゲススっていうか普段のこの物腰のいい、喉越しのいい、喉越しの悪い、喉越しよくないよ、マスクマン、ね、ベトベトしてるね、どうすいません、まあまあまあ普段の俺とはちょっとキャラクターが違うわけですよ職場では。でもある程度普段の俺を出してきてるんですね今ね。でだいぶ居心地が良くなったなっていう感じなんですけどね。ああ、それは何よりだね。いいね、うんうん、へえ。もうフリーズする状態がだいぶ少なくなってきたっていう、これ努力少しずつ重ねてきたっていうわけなんだけど、うん、でも2年前去年までは本当にフリーズして大変だったんですよ、うん、でもずっと続いて20年近く仕事してるんですよ、うん、はい、偉いって言葉をが100点っていう太田先生の言葉だから、うん、そっか、よかったね。誰なんとかなるぜ。マスクマン偉い。まあまあありがたいねって、そういうふうに30年間共に歩んできた人にそういうことを言われるっていうのは、うんうん、まあ某風浜さんもあんたは大丈夫っていうこの冷たいような優しいような言葉をいただき言いますけどね、うんうん、あんたは大丈夫、まあ、ありがたい話ですね、そうやって人に認められるっていうのは。そうだね。で、まあ、外の世界観に出ようとしている最中なんですよね、今ね、うんうんうん、地下ロックシーンと関わりだし、うん、今までもクラブミュージックの方で、まあ、ある程度関わりはあったんだけど、うん、でもそういう病気の部分があるから、すぐいなくなるっていう俺がちょっと話して。うん、でも僕の音楽と聞いたりとか知ってる人は、優しい人は優しいんだけど、うん。うん、でもまああんまり関わりを持たないみたいな、で微妙な関係性みたいな感じっていうのが続いたんだけど、今はなるべく人と話してないかな、まだそんなに、まあ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 今からかなって感じで、ぼちぼち話していくみたいな、まあね、バンドとかも やっていくのかな、わかんないけどね、まあまあそんな感じかな、ね、いいね、だいたいインスタとか AA とか見せるとね、リアクションが変わるんだよね、音楽 CDR 上げるときにインスタ見せるともうリアクションがすぐ変わるんだよね、そういう人たちってね、あ、すごいねみたいなことで対応するんだよね、でちょっと会話して、まあ、ちょっと上げてちょっと会話してすぐ離れるみたいなのを 今繰り返してきて仲良くなるかなみたいな感じ でその後昨日のやつも二次会行きませんかって言われたけど、ちょっと今日外来もあるし、今日のこのラジオもあるからっていうことですぐ帰ったんだけど俺、まあ二次会に参加したら参加したでまたちょっとフリーズして嫌だったかもなっていうのがあったんですぐ逃げたんだけど、まあそこら辺はそんなにプライベートだから無理しないで、うんうん、職場みたいに無理はしないで、うんうん、まあストレスだったらそう離れてもいいかな、まあまあそうですね、そうだね、でまあ少しずつ慣れていってこの普段のラジオのベラベラトークみたいなのが出せるようになったら、まあそういう世界でもやっていけるんじゃないかなと、
そこをじゃあ目指して頑張ると。目指すわけではないけど、まあまあそこは無理せずやっていこうかな。あ、無理せずね。というわけで、うんうん、そこでバンドで知らっていうか、あのバンドで見た、うん、でこのかけるって言って先週前回の放送でかけて、うん、ただ YouTube で音残念ながらあと20秒で、あ、そう、はい、終了いたします。じゃあ次の、はい、来週また週、はい、曲の紹介ということで、また来世、はい、じゃあ、あと10秒ということで、あと10秒、まあなんかいろいろあったね、はい、じゃあまた来世、ありがとうございます、はい、ABT デコーズで5月5日に4時にライブします。